あのお方がまさか早川葵と同じ野球愛好会にいたなんて、これでは潰すそうにも潰せませんわ。嫌われでもしたら私、こいつなんかね、俺に気があると思うんですよね、うん、あのお方って多分俺のことなんでしょうね。どうしようかな、ちょっと遊びに行ってみるよこれ、うん、お、矢部くん、あれは自転車でやんすね。こんな河原の草むらに放置してあるってことは捨ててあるってことかいな。うわこいつ高校時代のさ、俺の友達じゃん、うん、こうやってね放置自転車をね盗んでたやつ、うん、そういうことでやんすね。あ、走れるようだったら野球部で使いたいと思わないかいな。そうでやんすね、走り込みや買い出しの時に使いたいでやんす。おいおいおい、いいのかそれ、ちょっと乗ってみるで。よいしょと、うん、変速機付きのいい自転車や、気をつけるでやんすよ。変速機1番2番は大丈夫や。え、なんか勝手に乗ってんだけど大丈夫なのこれ。変速機を3に入れる、これギアのことか、うん、ちょ3入れてみるか。うわうわあ、危ないやんす。いてててて、ダメだ壊れちゃったね。自転車獲得作戦失敗や。大怪我しなくてよかったでやんす。なんでこれ評価下がるんだよ、やべの。あの、小峰さん、アルカちゃんどうしたの。この方に頼んだら野球やってくれそうです。誰、はい、どうぞ。アルカさんの頼みなら断れないっす。よろしくっす。こいつ釣られたな。アルカちゃん釣ったな、男。まあ、何はともあれよろしく。これで3人増えましたね。ごめんよ。え、自分たちは、うちって、部活動必須らしいけど、男子のいる部ってここしかないからさ、入れさせてくれよ。そうなんだ。他全員女なんだ。そりゃね、もうメジャーの青春そのまんまじゃん、これ。今日が期限らしいからさ。お前、うち甘っちょろくねえぞ。ああ。これで一気に8人でやんす。むちゃくちゃだな、これ。夏の大会に間に合ったりして。そんな気がしてきたでやんす。それがダメなんです。どうしてでやんす。1年生の男子、つまり全校生徒の中の男子は、これで全員なんです。ということは、はい、1年生での大会出場は、不可能なんだ。嘘、2年生になるまで練習を頑張るしかないか。なるほど、はいはい。というわけでね、ちょっと練習していきましょうか。